一般社団法人人生100年時代協議会は日本の一般社団法人。医師をはじめとした数百名の有識者と連携しシニアライフの活性化につながる企業支援、情報発信を行っている。人生100年時代と言われる社会において人生の後半がより有意義になる商品や情報が溢れる世の中を目指し設立された。自社による インターネットメディア、エージ100プレスの運営や、複数の企業と業務提携を行い、シニア向け商品やサービスに対するコンサルティングを行っている。65歳以上のシニアモニターを2000人以上、医師や介護士などをはじめとした有識者400人以上、ウェブ解析士やマーケターなどによる運営をしている。一般社団法人人生100年時代協議会が運営する。 シニアに特化したウェブメディア。医師、介護福祉士など400人を超える有資格者を主に、それぞれ知見の高い分野についての記事を配信している。スターティアと連携し、自分史の定着事業も進めている。なお、数ズめの自分史執筆者はマダム・ミチコ氏。A 字100プレスロゴ長寿や老にを祝う日として、4月10日を100の日として、日本記念日協会に登録。 制定されている。1月1日から数えて100日前であることが記念日の選定理由。シニアライフに貢献した人材、商品、出来事などを英字100アワードと名打ち4月10日に表彰している。公式キャラクターが SNS をはじめとした媒体に登場している。名称や設定等は公開されていない。ありがとうございます。